はい、こんにちは、ずんどうです。今回ですね、5月のクエストダンジョンレベル9やっていこう。でレベル9がなかなか、まあ、簡単だったかな。正直、まあ、1階層でめちゃくちゃ簡単だったわ。で大和大で行こうかな。大和がいいですね。今回のもう最適キャラだと思ってる大和。1階層で超転生オシリスが出てくるんだけど、超転生オシリスが初手の行動で、操作時間減少してくるんだ。激減かなんか忘れたけど、操作時間減少してくるので、操作時間15秒固定のヤマトがもうぶっ刺さるって感じかな。で、超覚醒4色にしてますね。火力増し増しにしてる。で、向こう貫通潜在つけてるけど、あんまりいらんと思う。まあ、今回のばかりはあんまりいらんと思うわ。向こう貫通じゃなくても OK かな。で、HP 強化もいりませんね。で、この武器ね、ルシャナの櫛持ってきた。まあ、泥強、これね、全泥強化。まあ、正直、まあ、無課金武器だし持ってきてるだけなんですけど、全泥強化だったらいいかな。正直、ここの代表とかはもう全泥強化でいい気がするな。で、これ本当はさ、まあ、上限解放とかの方が、まあ、火力出るしいいと思うんだけど、まあ、1.5 で足りると思ってるわ。で、FF。FF は、もう なんか、3色いっぱい持ってて持ってきてるだけですね。正直。もう何でもいいと思ってる。まあ、本当にサブはどうとでもなるなと思ってるわ。スキブにしてます、一応。まあ、3色でもいいか。3色がいいと思ってる。で、一応 1.5 をつけて、遅延はいりませんね。うん、本当にね、アシストとかなくていいですね、本当に。で、キメラ。キメラも火力出るね。めっちゃいいね。3色、7個持ってます。で、無効貫通 1.5 をつけてる。まあ、ここも、まあ、FF とかキメラは火力枠。純粋な火力枠ですね。で、青のせい。スキブプラスにしてる。まあ、なんでもいいと思うけど。で、毒目覚めを振ってますね。まあ、これがないと、まあ、なくてもいいと思う。毒目覚めないとなくてもいいんだけど、まあ、あった方が盤面が整うと思うからいいですね。これ、結構いいです。で、銀千代。お邪魔目覚め耐性。あれですね、ソートかけたんだ。普通に、フィルターかけて、光属性。この属性がさ、光属性だけいなかった。まあ、ダイはいるけど、ダイがいたか。まあ、いっか。で、銀千代がさ、普通になんかお邪魔目覚め耐性つけてる、なんかキャラいねえかなと思って、検索かけたら、普通にたまたまいたっていう。銀千代がたまたまいたっていうね、だけですね。だから、まあ、正直、この、まあ、青の杖とか銀杖の枠は、まあ、何でもいい。皆さんがもう持ってる強いキャラ、3色多色、まあ、多色で強いキャラに毒目覚めを振って、あとお邪魔目覚めを振ってっていう感じでいいと思ってるわ。ですね。スキブも、スキブつけてるけど何でもいいかな。で、遅延はいりません。で、大ちゃんがめっちゃ強いね。まあ、リーダースキル強いですね。まあ、この子なかったら、まあ、大は何でもいいかな。大の代用はもう普通にいっぱいあると思うわ。まあ、普通に、多色で強いキャラでいいと思ってる。で、ここもさ、本当は、まあ、3色とかの方がいいと思ってるし、で、無効貫通潜在つけてます。1.5 つけてます。遅延はいりません。やってこう。いや、本当にね、ヤマトがもうぶっ刺さってるわ。マジで、このダンジョン。で、毒とお邪魔弾く。で、メジェトラの眼光。で、操作時間固定なんで大丈夫と。OK。で、ここちょっと盤面、あ、そうね、大丈夫だ。で、ここで欠損することあるのかな。欠損することあったりもするかもしれないけど、まあ大丈夫でしょう。 OK。 これで、3色4色組んでいこう。まあ、最悪スキル使わなくてもいける気がすんな、これで。まあ本当はこの銀杖とか青の杖が普通に、まあ、強キャラ、4色攻撃強化とかいっぱい持ってるキャラだったら普通にもう突破できるかな。突破できると思うけど、もう本当に俺はもう無課金にこだわっていました。で、ずれました。10個もで倒せますね。3色で火力出せるのいいね。で、メジェトラ半分いきました。お尻ですか。で、フォレストカード来て、ここで見ててみんなアシスト向こう。ああ、そうなんだ。あ、知らんかった。そこ見ててみんな、これ弱化。弱化のお化け。弱化しかやってこん。これもうすごいね。まあ、そうか、アシスト剥がされんだ。知らんかったな、それ。マジか。まあ、でもね、これ正直、アシスト剥がされても、全然大丈夫。まあ、これ、弱化消していこうって感じかな。こんなんでいいかな。こんなんでいいか。弱化消して、うん、簡単やな。簡単というか、もう本当にこれで、うん、
トゲも結構来ちゃうけど、あと5ターン、あと4巻きなんで、あ、そっか、だからあれか、なんかあれですね、ゼンドロ強化の元スキル、素のスキルでゼンドロ強化持ってるキャラ入れたら結構良かったかもなと思って今ですね。まあどうせ、まあなんとかなるかなと思ってる。でここもちょっとパズルしていこう。 OK、 あとはもうパズルするだけ。あと4ターンね。まあでバッチが、ちなみにバッチがね、攻撃バッチにしてるかな。でこんな感じでもうヤマト打ってもいいか、ヤマト打ってエンハンスかけてもいいか。でここ、まあ、あ、ちょっと刺さってるけどいいですね。 OK、 これでトゲが刺さってるけどいいですよ。で10コンボ11コンボ、トゲがきついか、でも全然いけるかな。いいね、いいね、めちゃくちゃ火力出してる。やばい、待って、助けてこれトゲが苦手やな、本当にトゲ苦手や、めっちゃ。いやー待って、やだやだ、刺さりまくってる、マジか。これなんでいいかな、ちょっとまあ様子見パンチでいっか、一応様子見パンチで9コンボ、まあ3色かいいかな、3色で攻撃するのいいかな。 OK、 であとはちょっとやばいな、痛い手で痛い手で痛いな。これでいいでしょ、あ、これでよくない、まあこれでなんで多分いけると思うわ。全然簡単かな、すごい、結構レベル9簡単ですね。レベル9は結構簡単かな、まあ、レベル8が確かコテチームだったんで、まあちょっとそれの立ち回りとかもいろいろ動画出していけたらいいなと思ってるし。 OK、 終わりました。で報酬がこれ、スキルレベル9は魔法石9個か、まあ、なかなか、そうね、レベル1とか2,3,4,5,6,7,8 とか7ぐらいは、まあ、普通にシバダラで周回できるかなっていう感じはするし、まあ、普通にレベル9も今みたいな編成でも、まあ、勝てたしって感じかな。全然簡単でしたね。 OK、 終わりましょう。でバッチが、こうやってバッチ、よし、もしよければチャンネル登録高評価お願いします。じゃあね。